私が鍛えます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーをご紹介します。前回参加された川波さんのご主人、川波定さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。テニスを始められたきっかけっていうのは？そうですね、健康維持のためにね、体を動かした方がいいんじゃないかということで、妻に誘われまして、嫁に誘われたのがきっかけになりますね。今週はどんなレッスンにしましょう？はい、ストロークの時にね、ちょっと状態が高いんで下半身を安定させるレッスンをしていきたいと思います。はい、先ほどね、川波さん、ラリー、してあるところを見たんですけど、すごいねタッチいいんですよね、ただちょっとね安定してないのは、どうしても状態が伸びきった状態でフォアもバックも当たってる感じするんで、これを低い姿勢、常に構えから低く、打つ時も低く、戻る時も低く、この姿勢をちょっとキープしてもらいたいと思います。そこでポールを使った重政流レッスン。絶対にこう頭当てないように、でフォアの素振り前に、この姿勢ね、そのまま戻ってくる、バックハンド戻ってくる、 OK、 そのままフォアそのままバック、 OK です。続いて川波さん、バック、はい、そのままの姿勢上がらないように、そのままの姿勢伸び上がらないように、スピードアップしましょうか、ちょっと戻りの、はい、ヒュッと頭を落とさずに、その低い姿勢のまま動いて、この感覚を忘れないうちに手出しのボールを打つ。ボールのペースだ、早く出して頭当たりますよ。低い姿勢当たるよ、頭もっと腰落としてはい、OK 結構きついですよね、普段やってないんでね。頑張れ。次は半円球バランスボールの上でストローク。ポイントは膝を適度に曲げておくこと。ちょっと膝をじゃあまっすぐ突っ張ってください。突っ張った状態で打つと、でこうやってバランス悪くなってしまうんで、突っ張った状態を作らないように、膝をちょっと押してグッと、それで胸はしっかり張って、そうです、そう、そう。続いて川波さん、引きつけて、さあ、いい感じ、いい感じ、おお踏ん張って、さあ、そう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 、でもかなり安定してますね。いいです、いいです、いい感じです。膝の感覚を忘れないうちにボールを打つ。 OK、 いいですよ、そう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 、それぐらい低く入って、 OKオッケー。じゃあ、腹筋から腰と太ももがすごく痛くて今まで使えてなかったのかなということで、そこはね、コーチがおっしゃってましたけども、下半身で安定してね、やるとあんまり腕使わなくても綺麗なボールが最後の方はね、できたんじゃないかなというふうにはちょっと思ってますので